月16日にオープンしたテーラーメイド銀座にやってきました。銀座のすき家橋からすごい近いところに、こんな感じですごいいいところに立ってます。じゃあ早速中を見ていきたいと思います。行きます。それでは店内の様子を紹介していただきたいと思います。阿部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。銀座店の阿部と申します。よろしくお願いします。スピードインジェクション、反発性能を高めたテクノロジーが詰まっている。スピードインジェクション、スピードインジェクション、なので初速が伸びると当然芯に当たってくれる飛距離はいつもよりも伸びるようにはなります。M5 に関してはご自身のスイングとかの癖とかに合わせてこのウェイトを変えることで弾道を変えたりとか、例えばドロー落ちたりとか、ドロー出るようになったりとか、フェード落ちたり、あとはスピンを減らしていきたいとか、増やしていきたい、球を高く上げたり低く使うというところに対してご自身の好きな場所をカスタマイズできる。結構これを使おうとするの嫌がる人がいるんですけど、はい、もしよければ試打とか来ていただければご自身の合う場所っていうのをデータを元に、スピン量とか打ち出し方、ボール速度の関係性を見ながら一応アドバイスをして差し上げますので。なるほど。はい、M6 クリアはもうとにかくそれが重さが外側にあるクラブ、すごく簡単な作りで直進性の高いクラブになっているので、ボールを始めたての方たちも、アベレージゴルファーの方でも簡単にまっすぐ飛ばせるような作りで、この M5 って結構使ってる人多いじゃないですか。プロでも確か松山英樹プロが使ってますだよね。プロとかでも、はい、お目にかかった方がいらっしゃったと思います。なかなかベカさんは言えないですよね。はい、はい、なので皆さんもチェックしてみてくださいね。 M5 P7 ハイヤーは P シリーズで、例えば790760、それぞれ数字がついてる、はい、このタイガーアイアンに関しては7290っていうふうになっている。基本的にはタイガー・ウッズ選手昔から使ってるアイアンの流れっていうのは変えないので、まあ、コンパクトなヘッドでマッスルバックのアイアン、まあ、いかにも難しそうなタイヤ、一般の方だとちょっと打ちづらさを覚えてるし、難しそう。そうですね。これの一番の特徴としては最後 の、 この削ってるところを研磨してるところをミルドグラインドって言って、うん、機械でデジタル制御して機械で作ってるんです、ね、なので同じものを何個も作りやすいっていう。タイガーが要求したこういった精密なデザインの設計もコンピューターだと見えないんですけど、中にタングステンが埋め込まれてて、タイガーが好きな深みがあって硬い打感っていうのは見られやすくなってます。深みのある硬い打感。深みの打感。タイガーは好きみたいです。ZOZO チャンピオンシップで優勝したタイガー・ウッズ選手が使ってたのと同じスペックのアイアン。まあ、ちょっとロフトのに関してはちょっと一部違いがあるんですけど、まあ、本当のレプリカという形、まあ、ほぼ大会の要望に合わせた。すごい。続きまして、ここにしかないヘッドカバーがあるって聞いたんですけど、銀座店専用、はい、クラブを購入された方に、はい、プレゼントさせて、はい、クラブを買った人にこの、はい、ヘッドカバー、そうです、銀座専用のヘッドカバーをプレゼントですかね。はい、そうです、はい、例えばドライバーを購入すればドライバー、パターでしたらパター、うんうん、当然あの既存のものも一緒に、うん、2個カバーがつくってことですね。そうですね、あの ZOZO の時とかも、うん、マキとかずっとつけてくる。あ、そうなんですね。です皆さん、ドライバー購入はここですればヘッドカバーが漏れなく、マキロイと同じヘッドカバー。そうですね、一応限定、数量限定ではあるんですけど、数量限定、はい、早めに、はい、そうですね、ネットで買わないようにこちらでご購入ください。見てください、数有名なプロが使っておりますっていう写真ですか。なんかこれすごい広くないですか、こういう感じですか。え、
50度から60度まで一応あります。48度もあるんですけど、はい、48度カスタムオーダーで。はい、綺麗。地下1階にやってきました。ここはカスタマイズエリア。そうですね、試打室が2部屋設けられていて、はい、弾道測定器が入っているのでスピン量とか打ち出し方とかボール所属とか、まあ、いろんなものを見ながらご自身に合うものを選んでいっていただけるように、はい、ちょっと見ていきたいと思います。早速後ろにはヘッドだけが並んでいます。シャフトはどれぐらい揃ってる？シャフトは結構あってですね、ドライバーだけでも、はい、まあ、ヘッドと組み合わせると、うん、まあ、1000種類ぐらいあります。文字が打てる。あ、そうです。かわいい。名前を彫っていただくこともできますし、はい、ロゴをランダムに入れていただくこともできます、はい、メッキをしてない加工のものを選べたりだとか、あとは黒いものにしたりとか、それも自分でカスタマイズできるので。マイハイトーク。と今日はなんとパターのフィッティングをしてくださるということで、やっていきたいと思います。まずあちらで、はい、サンプルとあのモデルとモデルがどれがいいか、うん、なんとなくパーツがいろいろあるんですって。こんなに違うんだ、全部選ぶの？このマークロゴの色も違うし、ネジの色も、フェース？そうです。ロングの全部全部色が違うんだ。グリップも。2種類あってこれができるのが、はい、スパイダー X とスパイダー。スパイダー X っていう方が今結構人気があるシリーズで、こちらにいる料理マキを使っているモデルかな、はい、今女子プロもすごい使ってますもんね、はい、使っている選手が。そうなんですね、結構人気があるシリーズで。私パターが本当に苦手なので、いつも悩みながら打ってはいるんですよね。後ろから見てて、これちなみに若干右向いてる。右カップ、だから自分が持ってるターゲットに対してしっかりとカップに、トカップに向いちゃってる。そういうこの角栓の視野効果、ターゲットに向かってのそれでポジションをちゃんと取れるんだけど、右に向いちゃってるよりはちゃんとターゲットに向かってる方が、ターゲットにちゃんと向かってスライスライン読めてる、そのことがすごい綺麗にまっすぐ出て見えるので、遠側が起こってしまうようなパターンだとちょっと開いて入ってきてしまう可能性があるので、はい、まっすぐ、そうですね、なのでこうストローク自体をまっすぐ振っていて、はい、そうが簡単なものになってる、こっちの方が当たった時、インパクトの時のフェースの戻りがね、安定したようにすごく、このポジションでね、なんか絶対的にこう視野の方向を出してくれるんで、だからこっちの白いラインなんか不安かも、僕入ってるちょっと不安な感じします。もう一回こっち行きます。そっちの方が右です。まあでも右でじゃん、僕は楽しい。フェースの向きはやっぱりそんなでもない、むしろちょっと左上向いてるぐらい。そんなに言うほどフェースの向きは間違ってない。やっぱり当たる瞬間に少し開いてやってきてしまうような、もしかしたらあるのかもしれない。はっきりネックにします。はい、じゃあ、はい、この目線の真下にこうボールがしっかりと、ありますね、落ちてこれるかどうかっていうところなので、まあ、若干前落ちたところよりも外側にあった方が基本いいとはされてはいるんですけど、結構座りも綺麗に座られてるんで、まあ、そういった長さでもいいかと、あとは、はい、このラインの種類を考えて、今回は均一にしてみたりちょっと見てみて、ね、はい、じゃあまっすぐ長いやつにしようかな。はい、いいと思います、はい、あとはカラーリングですね。おお。おお。この色かわいい。
どうしようかな。これさ難しいな。あ、どう？良さそうじゃない？この線も青にする？なんか普通になっちゃった。なんか普通になっちゃったな。それで言うとさ、これはさ黄色にライトブルーとかやめる。あーかっこいい。やっぱこれがいいかな。やっぱし。これ長ささっきの 33.5 だったんで、うん、どうどうどう。いいと思います。良さそう。かわいい。いい色だと思います。うん、これにします。はい、これすごいですね。いろんな色がカスタムできるので40億通りですよ。200億通り全然400億通りあります。おお、こちらが素敵上がり。はい、2階にやってきました。2階はアパレルコーナーです。穴倉さんがウェアの紹介をしてくださいます。よろしくお願いします。おすすめのウェアはありますか？今の時期ですと、はい、これがあの今のおすすめの商品になるんですけど、はい、このオレンジになってるところで、うん、裏地側も発熱してくれるので、持ってるとこどん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 暖かくなる、暖かくなってきますし、あとはちょうどファスナー一番上まで上げちゃうと、うん、ここに当たって、うんうんうん、それがこう冷たくて気になるっていうのを防ぐように、うんうんうん、ここに留めがついてて、このファスナーの冷やっていうのもちゃんと防いでくれる。ここ当たりますもんね。そうなんですよ、うん、ちょっとした本当にゴルファーの気になる部分をしっかりとカバーしてくれる作りになってます。そうです。はい、あ、これスパッツとスパッツとレッグウォーマーがすごい一体になってるんですけど、これはすごい、めっちゃ暖かそう。スカートとかやっぱり履きたい女性っぽいと思うんですけど、はい、でも寒いからどうしようっていう時に、うんうん、これ1枚履いてしまえば全然スカートでも可愛く暖かく回れます。うん、ロングベストでして、ロングベスト、はい、ワンピースっぽいんですけど、一応アウターで、これ絶対可愛いと思います。腰回りもあったかくなって、これもめっちゃあったかそうですね。暖かいです。なんでこれにさっきのあのレギンス履いていただければ全然完璧、完璧です。やっぱり男性用のインナーだと、でも今中に実は入ってるんですけど、ところどころに暖かくなる。そうなんですよ、はい、厚めの生地がついてるんですね。そうですね。銀座店限定の、あ、これみたいですね、はい、銀座店限定のウェアがあるそうです、はい、あ、これどうですか？これがここが銀座エクスクルーシブと言いまして、結構あるんですね、はい、でこの肩の部分に銀座の限定のパッチが、はい、これが全て銀座限定で、本当に銀座店でしか買えないシリーズに。男性用も女性用も全商品ではないんですけど一部で展開しているので、ここでおねだりをしていきたいと思います。はいとか言うとウィンゴルフの視聴者さんにプレゼントをしたいと思っておりまして、はい、特にあの銀座のマークがついているのをプレゼントとしていただけないかなと思っているんですけども、いかがですか？いかがですか？OK です。やったー、素敵です。どれがおすすめですか？男性向けに。男性向けですと、あ、このグレーのやつね、スウェットで前がかわいい。そうなんですよ、あのストレッチも効いてる、うんうんうん、意外と面白い。面白い、はい、なんかあのスウェットなんだけどちょっと高級感がある、はい、着てても伸びる、うんうん、ゴルフしてる中では動きやすいかなっていう。それとしてる中ですが、トレーニングウェアっぽさもあんまりなく着ていただけるかな。なるほど。どっちの色がいいかな。新しい感じがするからこっちにしようかな、うんうん、はい、こっちにします。サイズは多分 L サイズがいいのかな。大体ちょっとあの小さめというか体にフィットする作りになってるんで、
はい、ちょっと太ってる人は無理かもしれません。ごめんなさい。皆さん応募は概要欄から見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、もらったよー。